今回の判決で、控訴棄却ということに、なりました。勝利しました。当時、宮下公園内で寝起き生活をしていた原告の方に対して、渋谷区の職員がですね、複数名が囲い込んでですね、最終的には嫌がる本人を無理やり公園の外に強制的に排除をしたと。で、こちら側の主張では本人は腕とかに怪我をしたんですが、そういう形での強制的な排除行為について違法な直接強制に当たると。本来法律上許されていない直接強制を行った違法があるということで、損害賠償としてですね、11万円の支払いを命じたのが一審判決でした。で、それに対して、渋谷区側が控訴をしたのが、今回の判決に至った控訴審です。今回の判決はですね、そういう行為を行うことに対してですね、直接的に強制をすると、これは戦前は認められていた直接強制というものを行っていたにほかならず違法なんだということを非常に丁寧に述べております。で、渋谷区側がそれは正当な行為なんだとかいう形で、正当防衛だとかいろんな形での反論をしてるんですが、これが直接強制に当たるのは疑いようのないんだということで排斥しております。このような判決が出てよかった。弁護士の方々、支援をしてくださった皆様のおかげです。とても感謝しています。渋谷区が支払う賠償金は、もともとは区民が納めた税金、行政が陰で悪いことをした結果、区民の懐が痛むことについて複雑な思いがあります。裁判については、渋谷区から提出された強制排除を撮影したビデオの存在が大きかった。おかげで渋谷区の嘘が裁判の中で明らかになり、被告は嘘が突き通せなくなった。渋谷区にはよくぞ証拠を出してくれてありがとうございますと言いたい。今、野宿者の支援をしているものとして、やっぱり公園で野宿を余儀なくされざるを得ない、テント生活者や、あるいは段ボール1枚で、寝ている野宿者が、日々、例えば渋谷では都市再開発とオリンピックをてこにして排除の圧力が強まっているという状況にあります。その中で非常に渋谷もそうですし、全国の各地で同じような排除の歯止めになる判決だというように思います。